こんにちは、まるさんです。映画を見てきてですね、映画のレビューというのは YouTube 動画で上がってると思うんですが、僕はこの映画のパンフレットのねレビューをしてみたいと思います。見てきました。じゃじゃーん、ゴジラ VS コングです。これね、あの2つ劇場に行くと売ってるんですよ。あの通常版と、豪華版です。豪華版で見せられるのはまたね、まだまだペロンペロンってあるんだけど、ここまでここまでこれ手が表、こっちが裏表紙ね、カバー。これ広げちゃうとね、思いっきりネタバレになるので、広げられない。すごいです。まずこれがね、まあ、豪華版がついてるわけです。で、これを広げると、まあ、あの、このぐらい、長くなる、このぐらい。ちょっと真横にできない。で、しかもこれ、あの、裏も、ほら。ちゃんと見せられない。これネタバレになるのでちょっとやめます。でゴジラ VS コングなんだけど、この 2体だけではないです。言っちゃいますいっぱい出ます。なんだっけ地球空洞説 のコングのあのホームだっけ、あれちょっと手話わかんないよ。ふるさとにもいますし、香港にもいます。で見せられるのはここま で中身見てみます。ゴジラとコングです。キングコングという言い方は日本で知られますけどね、コングです。あくまでもやっぱりこの、新しいゴジラのシリーズにおいてはキングという言葉はやっぱりそれなりの意味を持っているので、さらにキングコングのキングと使うことができません。むしろこのコングという言い方も、ね、霊長類なので道具を使います。賢いです。コングは人とコミュニケーションができます。地球最大の究極対決。いつの間にコングがね、こんなにでかくなったのかっていうのがね、ちょっと不思議ですけど、このコングと心を通わせる少女が出てくるっていうのがね、なんかいいですよね。予告編でね、あの日本でいうスーパー X みたいな乗り物が出てくるんですけど、あの乗り物もなかなか、ちょっとね、なんていうの、かっこいいです。すごいいい感じでデザインが出まってますね。あの、香港の夜景がね、まあ、予告編なんかでも見ると分かるんですごい綺麗なんですよね。それがなかなかいい感じ。キャラクターゴジラコングねえな出てきます。すごいな。これもしかしたら今まで出てきたの最強バージョンじゃないかなって気がしますね。あそこまでゴジラさんが、ね、大変なことになるとは思わなかったです。電車の変化ということはですね、それからキーワードとしてモナークですね。 ATX っていう会社が出てきます。それから地下空洞、これがね多分次の物語はその地下空洞のメインになるんじゃないかと思ってますね。でそこには本当にコングのなんていうのこの玉座のような椅子があって、王様みたいな椅子がありますね。で今までのモンスターバースシリーズのちょっと振り返りのページがあるので、ゴジラ VS コングを見た、初めて見たで、ま、過去作見てないという人はこの参考になると思います。ゴジラ、それからコングのスカルアイランドと、それからキングオブモンスターズですね。みんなすごいこのなんていうの、このゴジラコングに対するこの愛に溢れたすごいボリュームがあるな。これ多分ねこの値段のコスト、あのなんか販売価格に関するこのボリュームはね、他の映画のパンフレットの比じゃない。他のパンフレットの、ね、倍は間違いなくある。 2.5 倍ぐらい。イメージイラストなんかもふんだんに載ってますね。これだけ見ても、これすごいわ。映画の感想という意味では少し言いますね。本当にね、あのゴジラとコングのいわゆる怪獣プロレスも満喫できます。それだけにあのでかいスクリーンで見た方がいいです。すんごい迫力でしたね。あのいわゆる今までこう怪獣同士が戦うバトルっていうのを ここまでこうなんていうの、肉取っ組み合い戦、肉弾戦と言いますかね。それが本当すごい。殴り合いはあるわ、噛むわ、噛みつくわ、もうあのありとあらゆる怪獣プロレスの要素が、ね、詰まっております、ね、言えないモンスターがネタバレになっちゃうモンスターがこれが強いで、あなるほどこういう結末かという感じになります。というわけでゴジラ VS コング、パンフレットです。なかなかねこれボリュームいいですよ。値段費用対ボリュームで言ったら、まあ、圧倒的にありますね。でこれおすすめです。どうしてもこのカバーが欲しいという方は特別あの豪華版買ってください。でもね中身的にはあの通常版で、かなり満足できます。というわけで、ゴジラ VS コングパンフレットでした。この動画がいいなと思ったら、まあ、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。
コメント欄もねコメントいただけると励みになりますのでください。はい、というわけで、まゆさんのパンフレット紹介でした。こちらフリースコング、これねいい、すげえおすすめ。コロナでね外に出れないじゃん、いろんなこうストレスというか鬱憤というか持ってるじゃん、代わりにぶちかましてみます。できるだけ大きいスクリーンで見てください。では。